皆さんこんにちは。カヌースプリント競技カナディアン種目をやっています久保田真中です。東京都の発掘育成事業に応募し合格をし、カヌースプリントを始めました。水上の F1 と呼ばれているぐらいこうスピード感がある種目なので、まあ、そこが見どころなのと、あとは2人乗り4人乗りとこう人数が増えると迫力が出てくるので、そこも魅力の一つかなと思います。と世界との差がやっぱり大きいので、こう決勝にまず残ることが第一の目標で、と残りの期間どれだけ差を縮めることができるかっていうことが自分たちの課題だなと思うので、まあ、決勝に行ってこうできるだけ高い位置を狙っていきたいなって思っています。とオリンピック・パラリンピックの開催に関してさまざまな意見がある中での開催となり、まあ、正直複雑な感情があるのですが、多くの方々のご理解やご支援があっての開催となると思うので、開催されるからには精一杯パフォーマンスをお届けできるように頑張っていきたいと思っています。応援よろしくお願いいたします。